皆様こんにちはこの動画では春目区で通信性エッセイ講座の講師を務める随筆家の山本文子さんと一緒に参加者から寄せられたエッセイに関する質問やお悩みに答えていきます山本先生本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、はい、通信性のエッセイ講座二回目は卵というテーマで参加者に作品を書いていただきました 山本先生には全作品を読んで、添削をしていただいたんですけれども、ご感想いかがですか。そうですね。楽しい作品が多かったですよね。はい。なんかあの、食べる卵だけではなくて、昆虫の卵だったり、あのいろんな卵が出てきて。あの、やっぱり面白さを感じました。それとね、皆さんがこう。 書き慣れてこられてらたなというふうに思うんですであの書き慣れるっていうと慣れるっていうとちょっとあんまり芳しくない感じもするけれどもいい意味で何かこう暮らしていく中で「あこのことは書こう」とかそれから何かを見つけよう探そうっていうような心持ちが伝わってくるような気がしてあのとても嬉しく関心もしました。 それでは通信制エッセイ講座の参加者から寄せられた質問やお便りをご紹介していきます、はい、今回は卵というユニークなテーマで書いていただいたこともありましてテーマについてコメントをくださる方がたくさんいらっしゃいましたテーマについては前回の動画で取り上げましたのでそちらをご覧いただければと思います、えー、道しるべぐらいに考えてねというふうに先生おっしゃっていただきましたはい、はい、あのー 皆さんが書きやすいように一つのテーマを置いているのでここだわりすすすぎぎるる考えととといいいいいうないうなよにお願いしたいと思いますそれでねた例えば「卵」っていうことで書き始めたんだけどちっとも「卵」にならなかったっていうこともあるんだけれどそれでも「構いませんあの卵はどっかに行っちゃいました」っていうあのそんなことをあの説明する必要もなく送ってくださればいいのです。 あのむしろね、あのテーマを忘れてなんかね考え始めるときにそんなようなことっていう入り口ぐらいに思ってくださるといいのかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは今月のお便りをご紹介します。句読点の付け方ですが、うん、音読してみてここと決めるようにしています。うんうん、はい。 添削でテニオ波の訂正があったときは、またそれで位置が変わり、うん、それも面白いと感じています。一、うん、回目の添削が皆様のお手元に戻ってきて、感じてくださることがあったというようなお話ですけれども。うんうん、そうですね。あの句読点に関しては、あの、やっぱりこう。なんていうか、こう、後回しみたいな。つけ、なんかこう、刺身の妻みたいな。 ふうに思われる方が多いけれども、うん、実は句読点の使い方に最もその書き手の個性が現れると思います。あの、これからいろんな本を読みになると、そのことにあの気がつく場面が多くなると思います。けれど、皆さんの作品もそうです。どこに句読点を打つか、どこに丸を打つかっていうようなことってとってもねこう。そうですね。大事です。 なんかアクセサリーを選ぶような感じかしら。ここはつけないでおこうとかいうことも含めてね。あの楽しんで考えていただけたらいいと思います。それでええー、と、ここで今松本さんが言ってくださったし、お便りにもあった音読との関連ですけれども、やはり音読しながら書くということがとっても大切だと思います。実際に声に出しながら、あの書いてもいいんですよ。でも。 そうでなくて頭の中で音読と同じような状態を作って書いていくどちらか必ず必要です。そうするとあのどこに点を打ったらいいかどこで一区切り丸で止めるかっていうようなことはあの決まってくると思います。最もいけないのはこれは私自身にも言い聞かせていることなんですけれども苦痛点に無頓着になるとあの締まりがなくなります。 ですから句読点を大切にすること、音読を大切にすることを頭に置いて書いていくと、それはね厄介だなって思われるかもしれませんけれども、書きやすさの道だとも思うんですよね。なんかね意外と句読点ってあの私の手を引いてくれる、助けてくれる存在です。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ音読しながら書いてみてください。はい。 はい。続いてのご質問お便りに参ります。次は二つ続けてご紹介します。漢字が多すぎないかと気になりました。何も考えずに書いたらもっと黒くなっていたかもしれません。これが一つ目です。二つ目が数字について。今年は三洋数字で十年と今回は書きましたが、十と関数字でいくべきでしたかという。はい、書いてくださいました。いかがでしょうか。 それではまず漢字の方ですけれども、あの1枚原稿用紙を持った時に漢字が多いと黒くなり、ひらがなが多いと、あのまあ白っぽくなるっていうことがありますね。あの、確かにひらがなにすると読みやすくなるということはあるんです。けれども、ひらがなばっかりだと、また読みにくい。ここがね難しいんですけれども、この言葉はひらがなで書こう。 これは漢字で書こうと決めるのも書き手である皆さんです。またそこに個性が現れるので面白いです。私のねおすすめのやり方はね、えっと割と日常的にこうよく出てくる言葉、何々した時とか、何々する頃とか、あといろいろとかねよく出てくる、はい、ああいう言葉はね私ひらがなだとねいいんじゃないかなと思うんですね。でむしろあの普段は。 辞書で確かめないとこれ本当に合ってるっていうような感じあるじゃないですか、はい、そういうねなかなか出てこないようなものを感じにしてルビーを振るっていうとままたそこにも個性が現れますあのねそうですね皆さん思いがけないところに「何々したはずのはず」を感じにするとか「えー、例えば」っていうのを感じにするとかそれはそれでまあ本当に個性は現れるんですけれども。 私ね、それはね、ちょっとね、お勧めしません。割とこう皆さんがよく使うようなものはひらがなにしたらどうでしょう。読みやすくなると思います。で、やっぱりその紙面が黒っぽくなりすぎないことも大切だし、えー、ひらがなは続きで、あのー、謎謎みたいになるのも厄介なので、あの後からよく確かめて、それからね、ご自分のスタイルを決めるという話をいつだったかしたと思います。 この漢字はっていう先ほどお話ししたそれを漢字で書くこれをひらがなで書くっていうのもお自分のスタイルなのでだんだん決まっていくと思います。決めるといいと思います。はい、ありがとうございます。あのご自分のスタイルでっていうお話でしたけれども、うんうん、あの一つの作品の中ではその例えばことという言葉をあの 漢字にしたり、ひらがなにしたりとか、うんあ。そう、ね、一つの作品の中では統一した方が。はいはい、統一する方がいいです。はい、はい。あれやこれやではなくて、はいそれは統一しましょう。はい。でも、そのことっていうのもさ。はい。あの画数の多い、あのことで、なんとかすることっていうね。はい。はい、あれで黒っぽさがさ。かなり,あります。結構進むので。はい。 こととななななんんかかはひららがなにしたらいいいいじゃないかなと思います漢字っていうものがあってそれを「開く」っていうふうに言うんですね、はい、ひらがなにする時はだからこれ開こうかなどうしようかなって考えるのも楽しいです、はい、なんかあの,お洋服を選ぶ時のような気持ち数字の話はね、はい、それもね今松本さんが言ってくださったように、はい、一つの作品の中では「 あの漢数字があったり、34数字があったりしない方がいいです。統一が必要ですけれども、ご自分で決めてくださっていいです。あのどっちがいいでしょうか？ということはありません。なんかね。今ね34数字で縦書きでっていうようなことも多いんですよね。新聞や雑誌は特にそれです。読みやすいんでしょうね。昔は何もかも。ほら縦書きだったら漢数字だったけれども、はい。はい 漢数字だと難しい桁が多くなるとね、なんだか、はい、何ってなってしまったりするので、でもそれも好みです。はい、ただ統一が必要なので、ご自分で決めてください。はい、あの2021年を2021って1文字ずつこうマスを使って、うん、あの入れていって書いたりとかっていう表記がよくありますよね。すねあの1マスで横に2021って書くのはちょっと あの読みづらさがあったりすするのでとといいうことだと思いますけれどもあの読みづらくてもこっちの方がきれいと思ったらそれを選んでくださっていいしこの場合はね、うん、やっぱり本当にお好みもあるし、うんはい、あと例えばあのこの作品を本にしましょうなんていうような時には編集者が「あのどうしますか?」って言ってくださったり「この本は?」 用数字で統一しましょうかっていうようなことが起こったりするので、うん、あのまあ客観的な決定っていうのもあるんですけれどもご自分で決めて書きやすいもので今回はこれでいきましょうとか、はい、とにかく決めることがいいかなと思います。ははいいありりがとうございますそして、えー、と今回はそのお便りのの先生の方からも、はい メッセージが。そうなんです。なんて。<laughs> あのね、あの、読ませていただいて、冒頭でも申し上げましたように、皆さんいい意味で書き慣れたということがあり。あの、世界観が広がっているのは確かで、監視しています。ただね、笑顔が少ないかなって思うんですね。あの、作品を読ませていただくと、皆さんがどんな表情でこれに向き合っておられるか、伝わります。 不思議なほど伝わります。もう少し笑ってほしいかなと思うことと、読者に向けて表現していくときに、えー、笑顔で説明する、笑顔で表現する、笑顔で伝えるっていうことはね、とっても大切なんですよね。特に面倒くさいこととか難しい問題を投げかけるときは、あの本当の本当に笑顔になって伝えないと。 ちょっとね、何て言ったらいいのかな不機嫌な感じがが伝わってしまうことがあるんです。ご本人は少しもそういうつもりはないのに難しいんですよねその辺が何かが出てしまうですからあの笑顔になって「これはこうです」って言い切らずになんとなく柔らかい心でまあそれが私笑顔の心と思うんですけれどもこうではないでしょうか。 っって言って言みたり皆さんはどう思いますかっていう気持ちになったりしながら書いていくこれはねなんとなく笑顔領域ですはい、あのー、皆さんが、あのー、大真面目で書いておられるのでついこう肩が張りこの辺にちょっとしわが寄ったりするのでえー、っとこうリラックスして笑顔でそこからちょっと変わってくるかもしれませんしやはり文章には ユーモアが必要なんですね。それがね、多分魅力の肝だと思うんですけれども。こういう顔だとさ、なかなかユーモアがね。生まれない,思い。生まれな、ねはい。ね、難しい顔してユーモアって。怖いよね、それに。そうですね。<laughs> ブラックユーモアになっちゃったりして。いや、いいんですよ、はい、ブラックユーモアも。でも、なんとなくこう楽な気持ちで。笑顔で。で。今回書き上げたこれに。私の笑顔あるだろうか。 でちょっと見直してところどころ調整するっていうのもやり方としておすすすめです笑顔というのは特にその面白い話題とか、うん、楽しい話題を書いているっていうわけじゃなくても、うん、笑顔が大切ですようです、ね、そうですもしかしてなんかこう 政治について書こうととする時とか、はい、このやっぱりいろんな情勢があるでしょ今のこの世の中のことを憂えて書くなんていう時は、はい、なおさら笑顔が必要です、あのー、皆さんとこの意見を共有しようっていう気持ちあのそういう時にはやはり笑顔が必要だし私ね笑顔笑顔って言っているそのことはその作品やこの原稿用紙の 明度につながると思うんです。明るさ、やはりあのー、暗いばっかりのものを読むよりは。うん、明るいものソースをね。こうはしゃいではいられませんよ。でもどんなものを描くときにもある。明るさをちょっとこう。そのなんかメモリを上げるように明るい。メモリで書いたらいいんじゃないかな。そうすると読み手。 読みやすくなるし嬉しいし書き手も書きやすくなるしなんとなくちょっと自分のモチベーションが上がるというか、はい、そんな気がします。ですからあの不機嫌なな状態であの机にに座るとといいいううことは私は私決してしないようにしててよます無理無理こわばった笑顔でも作って、はい、仕事を始め、うん、でもねこわばってようが何にしていようが何にしていようが。 笑顔、笑顔と思っていると、だんだんそっちの方の、あの道に入っていけるので。おすすめです。はい。笑顔。大切にしたいと思います。<laughs> 私も大切にしたいと思いました。あの、皆様もぜひ、笑顔意識して。はい。はい。自作、取り組んでみてください。はい、ありがとうございます。雑誌春めくの公式ホームページ、春めくウェブでは。通信制、エッセイ講座の参加者が書いたエッセイから。 山本先生が選んだ作品を毎月掲載しています。今月はこちらの四作品です。ぜひご覧ください。それでは、本日の講座はこれで終了になります。皆様、どうかお元気でお過ごしください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。